まあね、朝活ね、ツナパゼリフツナパなんですけど、松潤のね、今日誕生祭ということでね、寝たいんですがね、起きて作りました。今日は、で、昨日やっぱ4時間ぐったり寝ましたね、その後ね。昨日はね、ファミマでね、セブンイレブンで揚げたてのカレーパンのフライヤーにあるね。あとは、アップルチ荷物置いて手ぶら OK が持ち帰すの大事故ね。昨日45分、昨日朝30分したのでね、40分に抑えましたがね。前までね、無料炭酸、無料引き換券、これもカードもらえて炭酸水ね、買って無料引き換券をゲットしました。あとはね、今日はね、1000円で水かかったとか忘れましたがね。5,400円ぐらいね、月に残りちょっとね、まあ、590円引くの忘れちゃって、思ったより590円少なかったんですがね。5,400円のこと計算して、来月の再来月がね、2,624円、毎週の月計算ね。22,000円は別に少なくもないんですがね、まあ多くもないみたいな感じですね。まあ大体、週計算で最近やってます、2,600円ぐらいに抑えてますが、美容院行けないなっていうのと、あとはね、あとは、魔法の二度目ね。あ、弟が同じ人をね、雨宮さんの弟がね、同じ人をハズさん好きになっちゃうんだと思う、ね、思ったのがね。セクシーな感じの、カーフっぽいね、か、あの弟ね。エグザイル系のザ・ランベジ、吉野北斗君でしたというのと、あとはそれぐらいですね。まあ俺はこう仕事を一生懸命休まずしたけど、もう引退して休むんだっていうね。お父さんに、ああ、それ言っちゃいけないっつってね、今でいう男女差別に当たるってことかなですね。ご開示まして、どうぞ。セブン揚げたてカレーパン、今日ラジオでやってましたね。美味しかった。今日のニュースを教えて。お母さんのその一言は、最新ニュースをお届けします。黄金にした。9時の NHK ニュースです。
強い台風11号は分かんないです。